赤、甲斐龍介選手。ぜひイエロー、平良恭生選手。スポンサー、マザーズキーボード、シークレットヒロ選手。スポンサー、ジョーンズインタースポーツ株式会社、マザースキルガーデン、ウーフウェットスーツ、ノーゼックスポーツ。はい、ということらしいです。はい、さあ、10分ですからね。はい、見せてきたインサイド、ここしかないところ。はい、5分経過、残り5分。はい、選手アウト。ここは気をつけてくださいよ。3人が走った。もっとワンパイドで海選手、ワンパイドで平野選手。おお、上パイドに入るんですかね、今のは。おー、そうですね。それでは残すところ最後、プロクラス、ゼッケンレッド、岸田優子選手。ゼッケンブルー、木俣龍之介選手。スポンサー、ルースターテールシークレット。さあ、続きましてゼッケンイエロー、安河内健選手。スポンサー、エビススキンボード、シップ・トゥエルブス、ファイナル、レディーゴー。さあ、まず走ったのはゼッケンレッド、岸田優斗選手。サイドウェイ、リッピング、ナイスターン、ウェイナイスターン。さあ、まず先制パンチは岸田からやっていくことでしょう。さあ、フロントサイド行ったのは青、熊田選手。はい、いいですよ、そこもフロントサイド、いいですね。ちょっとね、テールの経験が、そうですね、はい、でアメリカの悪持ってたんですね。そうですね、多分そうだと思いますね。もうちょっと、さあ、三者同時スタート。まずはそう、決まってもちょっと緩みましたね。おー、なんかないな。おー、そう、安田選手も選手はエアーのフロントサイドからね。いや、もうファイナルがね、もうどう攻めるか。さあ、レッド、ブルー同時スタート。はい、さあ、キワキ
きはスリッピングですかね。白いって戻ってきたのはブルー木俣龍之介選手、ロッパイの方向さあリッピング、ウィーなんとラックに入りましたね。はい、構えましたね。まず木俣選手が動きました。インサイドサンドからのリッピング、ナイスラッパー。いいね、さあフロントサイド方向、安越選手ギャップを越えて難しいところ、はい、いいうねりからのおエアワイティ、やっぱりあの行動だからできることっていうのはあるって言ってましたね。いろいろそうですね。これロングドライブ、一番最後選手、はい、リッピング、はい、アップラップ入るか、入っていいですね。無理に入らず、はい、あそこはスタイリッシュな感じ で、ね、はい、ダニーに一度当て込んで帰ってきたという今の選手もアウトを狙いますよ。これ残り4分です。さあ持った、リップが持った、届くか、さあフロントサイド行った、シジャン選手はフロント、はい、今の選手はバックサイドでうねりの状態から、さあ動いた安越選手、バックサイド方向、サンドからリッピング、ね、リッピング、あれはやっぱ無理に入らないですね、きっちりとタイミング的に、そうですね、無理に入るところじゃないと。今の選手いきますよ、これドライブいきますよ。さあ攻めた、リッピングゾーン、さあ届いた、きっちりと、さあおっとあそこは締めてきた、ね、さあ行った、ヤスト選手サイド上から、さあ届いた、遠いぞ、あっとやっぱり遠かった選手が3分ぐらいですね。あ、ウォーターアウトしましたね、アプローチしました。さあフロントサイドから出て裏の何、あちょっと失速、一回安越選手ありますねこれね。安越選手ここでフロントサイド方向、いや行った、いやおっと引っかかった、ね、あ2人2人行った、木俣選手が行った、さあロングドライブ、ロングドライブ、サイドへ伸びるターン、決まる、さあその後行った、木俣選手が狙った、リッピングやった、さあテイクアウト7 6 5 4 3 2 1お疲れ様でした。